急がなくちゃ。安全ピンのついた名札をあなたの胸につけますね。なかなかまっすぐに止められないですね。焦ります。あ、失敗してあなたの胸を少しついてしまいました。ごめんなさい。血が少し出てますね。でも急いでいるからもう一度行きますね。また曲がってしまいましたね。どうして失敗しちゃうんでしょう。あなたちゃんと止まっていてくださいね。怪我しちゃいますよ。そうなっても私のせいじゃないですからね。またついてしまいましたよ。さっきより深くついてしまいましたよ。動かないでください。抜けませんから。やっと抜けた。あなたが動くからですよ。血がどんどん出てきますね。動かないでください。やーやーうるさいですよ。ロープで縛らせてもらいますから。ほらやりますよ。動かないでくださいね。ああ、またついてしまいました。これじゃ名札つけられないじゃないですか。でも刺さり方はちゃんとまっすぐになってますよね。このままでいきましょうか。じゃあ皮膚に安全ピンつけさせてもらいますからね。もっと深く刺して。あ、骨に当たってしまいましたね。カツカツしますよ。邪魔な骨ですね。グリグリやったら避けられるでしょうか。穴が広がってどんどん血が出てきて本当に邪魔ですよね。血ぐらい止められないんですか。あ、やっと安全ピン入りましたよ。次は皮膚に入ったものを突き出させないといけませんよね。ほら、針が皮膚の裏にあるのが見えますよ。なかなか穴が開きませんね。あ、やっと出てきた。安全ピンが血で真っ赤ですね。せっかく新しいの買ってきたのに。はい、名札つけられましたよ。もう服が血でベッタベタですね。服脱ぎましょうか。ロープ外しますよ。何か言ってくださいよ。気絶してるんですか。はい、服脱がせますよ。ふう、脱げましたね。あれ、なんで安全ピン取れてるんですか。血がドクドク出てるし。あ、服に安全ピンの名札ついたままでしたね。服ごと安全ピンを引き剥がしてしまったみたいですね。どうしましょう。もう一度名札つけましょうね。次は鼻にしましょう。鼻の穴から突き刺せば簡単そうですし。いきますよ。